世界記録と私、瞳絹枝。年の暮れまでには、まだ一月あるが、神宮の大会が終わると、私はなんだか自分の生活の一年が終わったような気がする。慌ただしい一年ではあった。それだけになんだか今年はいつもの二倍の仕事をしたような気持ちもする。去年九月。 オランダのオリンピック大会から帰ってきて、年の暮れるまで旅の疲れと二度の遠征による体の疲れで、再び競技場に立てるかと心配した。下駄箱の中で次第にサビのついていくスパイクシューズも、何ら気に止まらないまでに、競技生活の検体を覚えていた。私はこうした変化にあったのは初めてであった。 競技場に練習もせず、社の仕事もやや落ち着いたとき、私は二ヶ月ばかしを費やして、競技生活の回顧録のようなものを書いた。それが今春、平凡社から出たスパイクの跡であった。社の仕事を済まして、夜九時ごろ、家に帰ってくると、毎晩、小枯らしの声を聞きながら、火鉢を抱いて原稿を書いた。 19の年、スウェーデンに遠征してから今日まで、満3カ年の間、競技生活を綴っていくペンの走りにつれて、生々しい涙の思い出や、自分一人の知る喜びが、さらに私を軽い気分にさしたり、底冷えのする冬の夜に悲しみを引きずり込んでいくことが、毎夜のようであった。しかしか 現行の出来上がっていくにつれて、もう私は、さっきまでのような元気も若々しさもなくなって、グラウンドのトラックを失踪しながら、世界記録を破るなんてことのできない人間になるのみではなかろうか。外国の競技場で、邦人の観護を受けることも、もうできなくなるんだと、競技場に活躍する自分の姿を、自分の目に浮かばせるのであった。 落ち着いた、物寂しい、人間らしい気持ちであった。原稿が出来上がって、厚生のゲラが手に入る頃には、私はまた元気になった。元気にしてくれた、世間の人々が。お前は若い。お前は責任を全うせよ。後輩を作れ。最後を飾れ。と、世の人は私に説いた。私は、 まだ若かった。まだまだ私は自分の競技生活を全うしていない。オランダの大会では敗れている。後輩は一人もいない。そうだ、私は最後を飾るのだ。若いのだもの。来年、1930年の9月には、第3回のバンコク女子オリンピックがある。スウェーデンの大会があってちょうど4年目。私には、 思い出の深い競技会だ。これに出場して、そして最後を飾るのだ。私は一大決心のもとに、再び錆びついたスパイクシューズを手入れした。春になった。4月に入ると私は去年よりも元気になった。毎年巨行の女子オリンピックで世界記録を一つ出した。それに調子づいた運動神経は、 また、去年以上の緊張を見せてくれた。5月に入ると、スパイクの跡が出版された。私は毎日、自分の本が並べてある本屋のショーウィンドウの前を通った。一冊減り、二冊減り、次第に棚の上から本が少なくなっていくことが、どんなに嬉しかったか。 あんたでもそんなに本が売れるなんていうことに嬉しみを感じますか私はあなたなんか超然としていられると思っていました。とある奥さんが言われたが私はやはり超然となんかできなかった。5月にも大きな競技会があった。ここでもまた一つ世界記録が出た。競技をやっておってよかったと初めて嬉しかった。私は まだ若かったのだ、と思った。8月に入ると、私は、日本中から14、五5人の女の子を集めて、合宿練習を2週間、ヤマトの三好野で行った。後輩を作れという世間の人らの言葉に励まされて、女の子15人の合宿練習費をひねり出すところがなくて、生まれて初めて、金作の苦しさを味わった。 金の力を知った。スパイクの後の印税をこれに当てた。今考えてみれば愉快な思い出だ。10月になった。ドイツの選手がやってきた。忘れることのできないドイツの国旗とドイツの国歌を聞いてまた涙を出した。去年アムステルダムでドイツのラート家に敗れた瞬間を思い出して。 春のシーズンに作った200と3種競技が世界公認記録として発表された。世界レコードの表に自分の名前が4つ出た。10月、11月、私の競技生活、再生の最後を飾る月だ。私は思い残すことのないまでの活躍を願った。願いはほぼ達成られてきた。秋のシーズン、 二つの世界記録にまた恵まれた。春以来生まれた四つの世界記録とスパイクの後と、昨日、今日、三省堂から出版される戦うまでの省庁を1929年の思い出として年が暮れてゆく。新聞記者生活も三カ年の月日が立ちかけた。もう一ヶ月で24になるのだ。来春は チェッコにオリンピックが開かれる。私は行くのだ。若き少女を連れて。昭和4年12月。